はい、どうも、お疲れ様です。暗号通貨ニュースでございます。えっ、ー、と、昨日、おとといの話だったんですけども、ビットコインが450万を突破して、500万になるまでは買い場だということを申し上げましたけども、一気に500万を超えてしまいましたね。えー、どうもドルが解約されて暗号通貨や金やデリバティブに流れてるようです。えっ、ー、と、昨日に引き続いてなんですけども、暗号通貨全体に資金が流れてますね、これ。全部、緑でしょ。うん、極端に流れてきてますね。 でこの流れっていうのはもうちょっと続くんですけども、うんと、まあ、どうもちょっとね、小さめのね、リーマンショックみたいなのが起きてるみたいなんですよ、アメリカの、まあ、小さいって言ってもでかいですけどね。ね、それによって、暗号通貨、ビットコインを中心とした暗号通貨にかなり資金が流れてまして、ビットコインもイーサリアンも、もう軒並み急騰してますね、その他の通貨もそうですけども。 XRP も値段が上がってますし、体のも一気に40円を超えて、大きく43円、44円の方向に出ているってことになります。え、こうなるとですね、利格をし損ねたグループが、利格をする売りの圧力ってのも現実味を帯びてくるんで、一旦は、ああ、下落がこの後あるでしょうね。で、下落して反発して再度上昇したところが本格的な上昇になりますので、おしめ買いをやっぱりしていかないとなっていうふうに思うのと、同時に、同時にですよ。 ビットコイン500万超えてますんで、もうこれは私の判断ではもう買わないですね。500万円になるまでに仕込めなかったら、もうこれは負けなんですよ。 うんやっぱ460万ぐらいで昨日チャンスがあったわけですからやっぱそこでしっかりと仕込めなかった人がさらに値段が高くなった500万超えで仕込む度胸はもうないだろうしそれからねやっぱりリスクの方が上がってますんでね私はあんまりお勧めしませんやっぱりどこの感覚で買うかっていうのはあらかじめ決めておかないといけないところで、まあ、ビットコインに関しましてはやっぱ450万を超えたら買うぜっていうねそういった方が結構買ってらっしゃったっていう連絡も受けてますけどもまあだからこそそういう人がいるからこそ急騰してるんでしょうしね うん、でビットコインを買う人ってのはまさにねドルを解約してビットコイン買ってるんですよ、まあ、私の知るところですけども <laughs>、うん、でもまあなかなかね日本円からビットコインっていう人は少ないと思いますよ、うん、そもそも日本円を持ってる人そんなにたくさんいないですからねいるにしても少数ですから金額も知れてるとただアメリカのドルっていうのはかなり財政出動がこの3年4年で行われてますから出荷放火お金を持ってるのとインフレがかなり起きてるでしょ だから、あの、数年前の1万ドルとは、もう全然今価値が違うんですよ。数年前の1万ドルの感覚じゃなくて、数年前の3000ドルとか4000ドルの感覚で、今1万ドルで買いを入れてますからね。それに控え、日本円っていうのは、数年前、ね、3、4年前の、 え、1万円は、まあ今もね、1万円、もしくは1万円以下なんですよ。9000円ぐらいの価値持ってますんで、買う度胸がなかなかね、日本円からビットコインっていう、このへ交換はあんまり度胸がないと思います。その代わり、ずっと暗号通貨を眠らしていた人は、今こそ日本円が欲しくなっている時だと思いますんで、えー、どんどん決済が進むんじゃないかなっていうふうに考えますけどね。はい、じゃあお疲れ様です。